特に短期間で結果を出したいキャンペーンやイベントの告知なんかであれば、この X のリアルタイム性というのが活躍してきます。業界に詳しい知識を持った専門家が運営するビジネスであれば、その情報発信を通じてですね、その分野の信頼できるプロフェッショナルというブランドの確立ができます。おつかぼちゃんです。イキイキ行列のできるフランチャイズアブのゴリピーです。ゴリピー、今日は何についてお話しいただけますか？はい、今日はですね、ビジネスマンが X をするメリット、まあ、旧ツイッターですね、これをするメリットについてお話をしたいなと思ってます。ビジネスにおけるその SNS の活用、特に X をどう生かすかというところについて、まあ、今やこうすごく大事なテーマになってくるかなと感じてまして、実際に楽天モバイルの拓佐川さんであったりですとか、営業スクールの黒山さんなど、たくさんのこうビジネスマンが X を伸ばして会社に貢献してるんですよね。で、同じようにゴリピーも実はこっそり頑張ってるんですけど。フォロワー何人ですか？今1800超えました。ついに、はい、やり始めた時150スタートやったんですけどね、今やっと1800まで来まして。知り合い何人ぐらいおるんですか？知り合いはね、意外といないんですよ。おお、どうやって伸ばしたんですかそれ？とにかく絡みに来ました。だるがらみ？いいえ、普通にお客様でこう友達増えまして、いろんな出会いがあってね、 X 上で出会った人と直接飲みに行ったりする機会があったりとか、そういう場に最近は結構積極的に私も参加しております。というような形でですね、今更こう X 始める意味あんのかとか、ビジネスにどうやって活かせるのとか、そんな形でこう悩んでる方も多いとは思いますので、まあ、今日はですね、そんな皆さんのために X を活用する具体的なメリットであったりですとか、注意点について分かりやすく解説していきたいなと思ってます。最初のメリットは拡散力があるということですね。 X なんといっても拡散力がすごいんですよ。例えばビジネスの新商品やサービスを皆さんが紹介するポストをしたとします。で、例えばそれが興味を引く内容であれば、フォロワーさんがどんどんリポストしてくれたりとか、いいねによって誰かのおすすめに載ったりとかっていう形で、どん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 その商品の情報が広がっていくんですよね。で、さらに皆さんとその同じ目的で X をされている人はリポストもしやすいですから、同じ属性のアカウントが結びつきやすくて、ビジネスのシナジーも生まれやすいというところがありますね。これ実際最近見てると、私ももう毎日のようにこうずっと携帯触ってるんですけど、内容を見てると、やっぱりなんかこの人の話面白そうだなと思ってたら、そういう人のプレビューがもう1万だ2万だ果ては10万だみたいな形でどん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 伸びていって、フォロワー数がドンと増加したりですとかっていうのも現象として目の当たりにしてますんで、そういう意味では非常にここのメリットっていうのは大きいかなと思います。ただやっぱりそもそもここにたどり着くためにフォロワーさんを増やしていく必要があるわけなんですよね。で、フォロワーさんなんか数見てると、ただただフォロワーが多いだけだとあんまり意味がなくて、やっぱり普段からいろんな人とつながりがあるかどうか、やり取りがなされてるかどうかによって、自分のそのポストをリポストしてくれるかどうか、あるいはいいねを押してもらえるかどうかっていうのも変わってくるので、ただただフォロワーが多いだけだと意味がないのかなというのは感じてるところです。次に2つ目のメリットですね。これはリアルタイム性というところになります。 X はこうとにかくリアルタイムの情報発信が得意な SNS になってます。ニュースやトレンドにすぐ反応ができるので、例えばビジネスシーンでも、今この商品がセール中ですよとか、今だけの特別オファー発表しますよというような話があったり、リアルタイムのプロモーションが可能になってくるというところですね。特に短期間で結果を出したいキャンペーンやイベントの告知なんかであれば、この X のリアルタイム性というのが活躍してきます。あなたが今何か急いで知らせたいことがあるとしたら、すぐに X でつぶやいてみるというのも一つ面白いのかもしれません。そうするとですね、思った以上にこう反応が早くて結果が出るかもしれないないというところですね。最後3つ目はですね、ブランディングが可能ということです。やっぱり X はこうビジネスの顔を作るツールとしても非常に優れてます。だからあなたが日々こう何を思ってるのか、どういう人間でどういう仕事を扱って、まあ、はたまた展開しているサービスはどんなものがあるのかというようなところをですね、自分でこうどん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 発信し続けることによって、フォロワーさんにあなたがどんなビジネスをしているのかという印象を強く残すことができます。例えば親しみやすいキャラクターであったりですとか、そういったものを持った社長がですね、いる会社なんかであれば、その社長のポストがフォロワーに安心感や信頼感を与えますし、業界に詳しい知識を持った専門家が運営するビジネスであれば、その情報発信を通じてですね、その分野の信頼できるプロフェッショナルというブランドの確立ができます。実際私も難しい話、まあ、それこそ会計や税理みたいな話であれば、フォロワーさんにお聞きして教えてもらうことも多々あるというような感じですね。営業不要売上保証のお掃除フランチャイズ大吉カバールの加盟オーナー大募集中です。興味がある方は概要欄から来てください。
ここまでこう X 使うメリット3つ話してきたんですけれども、やっぱりデメリットというのも存在します。一つはやっぱり炎上する可能性があるというところ、特にこうビジネスアカウントで何かこう意図しない投稿が誤解招いたりですとか、あるいは思わぬ批判を受けることがあったりということが存在します。でここは特に注意が必要なところになってまして、例えば何気なく投稿した内容がある人にとっては非常に不快に感じられたりですとか、あるいは敏感なテーマに触れてしまったりすることがあるというところですね。炎上は避けたいですよね。だからこそ投稿内容には細心の注意を払う必要があるというところになります。2つ目のデメリットは誤認や誤解を生んでしまう可能性があるという点ですね。 X って文字だけで伝えるツールになってますから、誤解を結構生みやすいところでもあります。これは言葉の表現一つで皆さんもこう誤解を受けたことって過去にあるかもしれないんですけれども、自分が発信するその言葉に何か相手が誤解するような内容があった場合、致命的なダメージを受けてしまう可能性があるというところですね。まあ、それこそ新商品の情報を発信したつもりがその内容が違う意味に捉えられてしまって問題になってしまうというようなことが起き得るというような話がありますね。やっぱり投稿する前にしっかり情報を出すときは内容が間違いないかな、誤認されないかなというようなところを確認してからポストするっていうのも結構大事なことかなと思います。実際こう X 活用している人たちってたくさんいらっしゃって、僕のフォロワーさんの中にも数十数百のフォロワーさんもおれば数万数十万なんていう方もいらっしゃるんですね。そういういろんな方見てて思うのが、単にこう数だけが強いわけじゃなくて、やっぱり芯を持った発信をしたりですとか、自分が世の中に伝えたいこと、自社が世の中に対してどういう価値があるのか、特性があるのかというところをしっかり伝えられているアカウントが周りからも評価を得られているのかなというのは日々感じますし、何より社長自身がされてらっしゃる X であれば、その人自身がどういったことを世に伝えたいのか、自分自身はどんな人なのかっていうのを素直に出せてるかどうかというのが周りからの評価を得られるポイントになるんじゃないかなというふうに思います。私自身ですね、 X について語ってるものの、まだまだフォロワーさんも1800と、そんな全然大きいアカウントじゃないので、ここからですねどんどん伸ばしていきたいなとは思ってるんですけれども、今回お話ししたポイントを持ってですね、皆さんも X を始められる、あるいは今運用している方であれば、これからの戦略を考えてですね、 X の運用をしていっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、今回は X をビジネスで活用するメリット、デメリットというところでお話をさせていただきました。今回の動画を見ていただいてですね、役に立ったなという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回もゴリピーがお送りいたしました。ありがとうございました。